って今ホームに帰ってきました。4番岡本の先制タイムリーヒット。ものすごい打球がこのピッチャー吉野を襲うような、そんな打球がセンターに抜けていきました。このマウンド上の吉野を見ていても、なんとかこう切り替えていこうという、そんな表情も見えます。ここはまっすぐでという勝負でしたね、はい、まあ、ちょっと詰まりましたけどね、いいスイングというかね、あの綺麗なスイングですよね、はい、このチャンスで岡本が